人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、ダイレクトリージです。今回は機動戦士ガンダムクロスディメンション0079、スーパーファミコンゲームの続きをやっていきたいと思います。飛べガンダム。さて、ここからガンタンク、ガンキャノンも出そうですね。竜と、まあおそらくハヤトがガンタンク、で、カイがガンキャノン。で、当初ガンタンクは二人乗りでしたよね。まあ、なんだろう、進路を取る、まあ操縦と、あとは攻撃を行う砲手で分かれていたと思います。どっか途中のタイミングでね、一人で、操縦できるように変更されたのかなと思うんですけど、おそらくガンタンクには、俺たちはということなので、リュウとハヤト、カイがガンキャノン、そしてガンダムがアンですね。さて、前回の段階からですね、ハムロは、ビームライフルを装備しています。レベルは6まで上がってますね。さて、で、その他のキャラクターというか、モビルスーツでいうと、カイ。そうだな、ここもちょっと、レベルを上げておきましょうか。あと、ムーブもね、ちょっと動けた方がいいと思うので、ムーブと、あとそうだなぁ。まあ、格闘戦を行う予定はないんですけども、一応、防御力アップはしておきたいですよね。そして、タンク。タンクも動きは必要ないと思うんで、ここはエイムと、まあ、一応スキルを、いや、スキルも上げる必要ないかな。エイムだけ上げておきましょう。こんな感じで出撃してみます。カイのガンキャノンもおそらくビームライフルが持てるようになると思うので、レベリングしたらビームライフル持ってもらいましょう。さあ、では戦闘です。あ、何か敵の消えが見える。マゼラドクター切っていく。カイのキャノン使ってみたいかな。キャノンを撃つ。ガンダムに当てるなよ。
おお、当てた。なかなか使い勝手は良さそうですね。ではガンダムを先行させて敵の位置を探りつつ、マタラトップが降ってきたらキャノンとタンクで援護させながらガンダムが進行するという、まあ、そういう作戦ですかね。もうちょっとタンクの攻撃を使ってみましょう。38、それなりにダメージ当たるな。2度目はガンダムで刺す、まあ、こんな感じの戦い方ですかね。では進んでいきます。敵の数がそれなりに多いし、ステージ名がトベガンダムだったので、ドッグがおそらく大量に出てくるんじゃないかなと思うんですが、まだ今のところそういう気配はないですね。この辺りに確かマザラトップがいたと思うので、当てる。31。まあまあ当たったのかな。マザラトップの射程が思ったより長いですね。ガンダムこの距離なんですけど、当ててくるな。固まってると、しかも今みたいに弾幕を張られると、それなりにダメージを、ね、嫌いげんか。食らってしまいそうな、さらに力を混ぜるトップ。いやいや、なかなか強いな。ガンタンク、ガンキャノンはしかも、どうだろう。接近されるとかなりきつそうではあるので、接近されないように気をつけてはいきたいですね。外した。接近これ以上されると危険だな。なんか、なに、ここも嫌いげんか。これは完全に嫌いげんですね。接近されて撃たれる始末。ビームライフルピンポイントで撃破。ここもだいぶ接近されたな。使いましょう。タンクがこのままだとやられてしまう。どうだろう、タンクは動けなくなってるな。さて、ちょっとタンクはもう動けなそうなので、タンクは置いておいて、しばらくちょっとキャノンとガンダムだけで頑張りましょう。モビルスーツの動く音がするな。いた、そこにジャックが2機。キャノンとかタンクが、まあ、攻撃するときは敵が密集してるところに撃つと
まあ、ダメージ効率が良さそうかなっていう印象がちょっと今ありますね。なのでちょっと敵が密集してくるのを待って、それまでは得意の格闘戦を仕掛けましょう。ちゃんとマップ上の建物が破壊される、まあ、そういう演出がついてるんですね。敵の数は知れたので、タンクもちょっとここに孤立させておくとかわいそうなので動かしましょう。しかもマップを移動するとずっと動かせますね、敵がいない限り。はい、レベルが上がった。ここは栄養を上げていきましょう。近接戦用のスキルを上げる必要はないかなと思うので、栄養を上げておきます。これでどうだろうな、下位のキャノンの攻撃がより威力を増してくれてると言うんですけど、今まで11とかそんなもんだったと思うんですけど、ダメージがどれくらい当たるか、ちょっと数字はわからないですけど上がってくれたと信じたい。なに、やられた。あっちから出てきたか。ちょっと予想外の位置から敵が出てきましたね。早速パワーアップしたキャノンの攻撃を。21上がってますね、やっぱり。確かにね。さあ、防御力はそんなに高くないので、ここからはちょっと安藤に任せましょう。アムロのガンダムが前に出ないと、カイのキャノンがやられてしまう。望むところ、そういうことであれば格闘は何キラー家に入ってしまった。格闘を当ててやる。もうちょっとレベリングしないと苦しいかもしれないですね。嫌いで入った。だいぶ削られてきたな。キャノンを呼びましょう。さあ、敵がどこにいるか。もうそんなにガンダムといえどもパワーが残ってないので、ちょっと慎重に行かないとやられる可能性がある。
なに、ザクを倒したら今度はこっちから出てきたな。ちょっと貝のキャノンを逃がさないとやられちゃうかもしれない。さらにこっちには別のザク、おのおので対処するしかなさそうですけど、ちょっと持たないかもしれないな。まずはガンダムで下にいるザクを仕組みにかかる。くらえ、本比べだ、やられた。ヒットポイントゼロだけど、なんとか生きてるのは何なんだろう。謎だな、このガンダム。違う、これはゼロってのはエネルギーがゼロなんだな。いやでも動けないだけだけど、なんとかいる、その場に居続けることはできるんですね。じゃあキャノンでちょっと先に進んでみましょうか。ちょっと遠いな。その貝は出てしまった。ないしな。となるとちょっと一度リタイアするしかないのかな。ではもう一回戻ってきましょう。さあ今回は多少エネルギーを温存しながら進んでくることができました。さらにガンキャノン、ガンタンクも健在なので、ステージの方ですね、このまま進めていきたいと思います。キャノンの方なんですが、ガンキャノンですね。ライフルの弾がなくなってしまったので、接近されるとちょっと辛いかなという状況なんですけども、まだエネルギーの方はガンキャノンが残っていて、ガンタンクの方は少し減ってきているっていう、まあそういう状況です。なので、ここからはもう完全に、ガンキャノンは支援。ガンタンクは支援の支援。で、ガンダムで突撃と、まあそういう感じですね。ステージはクリアになりますかね。飛べガンダムという割にはドップはいなかったのかな。
というわけで、飛べガンダムという割にはですね、ドップとの空中での格闘戦なんかはなかったんですが、無事攻略完了できましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。次回はガルマチルですかね。